直開始。はい、それではね、3分切れ負けでいきましょう。これどうしようかな。どうですかね。これいける。あ、これ角で、いや、それは違うか。あ、これ悩ましいな。これ、まあ、銀上がりますか。これ2四飛車ってやってくる人がたまにいるんですよね。あ、これ振り飛車拒否か。まずい。大好きな振り飛車ができない。これじゃ、これ4八銀上がんないとどうしてもね。まずい、これ時間ないな。やべ、しょうがないな。居飛車で行くしかないのかな、やっぱり。なんかさ、対振りとしてなんかこの形ってなんかあんまりなんか良くないですよね。この辺のね、右側のね、金銀とか歩がね、ちょっとつきづらいんですよね、これね。どうしたらいいんだろう。4六歩つけば3六、3、あ、そうか、でもこうやって3六歩ついてきたら、こうやっちゃう手があるかな。あ、でもそれ、あ、大丈夫か。こうやってなんとか収めるという。いやー、しかし、まあこれはまあ、こうかな。消極的だけど、これでなんとか、いやー、しかしな。これでなんとか耐え抜くことができればなんとかなるかな。これ、やばい、王様の守りが、ま、薄すぎるな、これ。どうしよう、これ。うん、こうか。同銀で。いやー、これ一発入ると完全に終わりますよね、これね。抑え込めればいいですけど、これ同銀で、歩打ったら銀上がって、でもそれでいいかどうかもな。これ、裁かれたら、あー、なるほど。裁かれると、一応こうやっちゃう？これ大好きな駒得で、これ角同角同歩で、しかしね、これもなんか、あんまりなんかいい、取るよ、これは。でもね、これで多分いい勝負なんだよな、これ多分。これこうやりたいな。まあでも銀出られて、銀で絡まれても、結構これ、うるさいかもしれないですね。これ6七銀打ちされて、金が引くのか、ああ、いや、違ったか。これはね、ここに来てもある？ここに来てもあるか。なんか睨んでる感じでいいかもしれないけど。それから2二角がちょっと甘かったかな。まあ、3七とかに引いとく手もあったと思いますけどね。まあ、4七の金がちょっと遊んじゃってるのが痛いですかね、これはね。まあ、これは引くしかないですね。なんか、でも角が詰まされることはないでしょうね。これは助かる。これはもう素直に逃げといて、これも素直に逃げて、桂馬跳ねちゃまた逃げて、これもまあ逃げて、あ、こっちか。ん？こうか。まあ、銀打ってくるのかな。うわぁ、何なんだろうな、これ。これどうしよう、これ。同金、同銀。まあ、同金かな。まあ、この金、相手の銀も遊べま、あーと、あれですけど、これ甘くなっちゃったかな、これ。まあ、でも、あとは時間勝負か。いやー、これ、久しぶりの居飛車。これ、こういう手があるかな。とりあえず、で、金打ってきたら、1分。あー、添えるんだ。馬渡したくない。まずいな、これ成桂寄って引いて、うん、あ、違った。これはもうここだ。やばい、時間がないな。やべえ、これどうしよう。あ、どうしよう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 、こうか。あー、いや、なんか変だな、これちょっと変だな。まあ、馬の守りに期待って感じですかね。あ、でもまずいな、これこれ引くか。これはね、こういう風にやりたいな。あ、そっか。やばい、これ攻めつながっちゃってんのか、これ。あー、わからん、わからん。これ歩があればだな、4歩とやりたいんだから。ちょっとな、なんか攻めが、手が回ってこないですね。てか時間がないですね。あー、あかん、あかんな、これ。やばい、やばい。
これどこまででも攻めがつながるやん。あ、何これ、分からん。あ、どう、まずいなこれ。30秒。え、どうすんのこれ。こうか、いや分からんな。何これ、もうまたじ、え、あ、どうまだな。20秒。やば、凄まじくやばい。これはまあ7479で、またこれ時間切れ狙いじゃねえかよ。もう腹立つな、もう勘弁してよ。これ取るんだろ、これどうせ取るんだろ、分かってんだよ。別に負けてはないですよねこれね、局面的に負けてはいないけどさ、あのなんか将棋坊主的に負けちゃうんですよねこれね。10秒。 あ、もうなんかクリック遅いな、クリックが遅いと。ん？分からん。あ、何やってんのバカだ。あ、もうダメだこりゃ。時間が、あ、もうなんだよ、もうもう嫌になっちゃうね。だいたいこれさ、なんか相振り模様からさ、1三角とかやってさ、相手の振り飛車を牽制する指し方ってさ、どうしたらいいんですかねあれね。だってこれさ、こちら振り飛車を想定してっていうか、振り飛車の駒組みしてるわけじゃないですか。でも1三角ってやられるとさ、この角の成り込みを防ぐためにはなんか飛車回るか、あ、そう、中飛車に連れてはあることあるか。とにかくなんかさ、振り飛車でしにくくなって、居飛車で行っても、で居飛車でやるとさ、曲の囲いがさ、ねえ、おかしくなっちゃうから、あの対策どうすればいいんですかね。なんかね、どうもね、その奇襲戦法とかやられちゃうとね、なんか対処の仕方が分かんなくなって、結局負けちゃうパターン多いんですよね。うん、まあそんな感じでした。ありがとうございました。